俺を誰だと思ってるんだ。斉藤さんだぞ。今日の県庁ニュースは、県の PR アニメカナカナ家族の最新話、それぞれの100歳時代の配信を前に、声優を務めるトレンディエンジェルのお二人にお話を伺いました。こんにちは、トレンディエンジェルです。お願いします。いや、人生100歳時代ということでね、来たね、ついにね。来ましたね、この回がね、神回だね。そうですね、言わないですけど、そうなんですよ。とにかくやっぱもう100歳、高瀬今いくつですか？33ですよ。33ですね。斉藤さんだって今85とか、ね、そうですね、もうすぐです。いや、おい、基準超えてねえからお願いしますお願いしますけど、でも本当にまだもう40ぐらいでしょ。40歳成り立てですから、もうダブル成人式とか言ってますけどね。あ、そうだよね。これであと3回あるということでね。そっか、100歳。私もこの間生命保険入りましたから、はい、あら、100歳になると満期支払われるんで、はい、そこまで頑張りたいなっていうのはありますけどね。100歳まで生きれますか？もう頑張り、もうそういう時代ですからね。生きれるかどうかがね、分からないですから、うん、そうですけどね。高橋さんもね、この間人間ドックでいい判定出てましたから。あ、そうなんですよ。ちょっとね、100歳は危ないかもしれないです。危ないですよ。そうですよね、健康にね、気をつけなきゃいけないですよね。怪我なく生きたいなと思いますけど、うん、怪我はないんですけどね、はい。どうします老後は？老後はそうですね、最初言っても奥さんも子供も。そうですね、老後はね、僕あれやりたいんですよね。うん、結構この MBX 始めようかなと思ってマウンテンバイクですか？はい、老後に。そうなんですよ、はい。今がギリギリじゃない？そうです、お笑いはもうすぐちょっとやめようと思ってて。あら、はい、そうなんですよ、はい、まだやってたんですね。あ、そう、あ、すいません逆に、はい、そうなんですよ、はい。あ、そうなんですね。そうです、だからでもやっぱいろんなことやっていきたいから、俺はね、ちょっと結構お笑いはあくまでこの本当スタート地点に過ぎないというかね、はいはい、うん、とりあえず M1 取りに来たっていう感じなんで、はい、まあ、でも取れちゃいましたから、ね、そうですね、だからこれはもう目標はもう叶ったんで、お笑いでの次の目標、おじいちゃんの、そうですね、はい、人生の目標というかね、うん、やっぱでも孫がね、やっぱ10人11人とかひ孫が見たいね、俺はね、やっぱりね、ひ孫でサッカーチームみたいな。あ、いいですね、やっぱりね、うん。僕はどうですか、高橋さんは？まあ、とりあえずやっぱね、うん、その孫の顔見たいの前にやっぱ子供の顔見たいですよね。あ、そうですよね、まだ相手がいないんでね、うん、なるほどですね。いい人紹介してくださいね、はい。どうですか、高橋さん、声優は初めてですか？いや、何回か。え、本当ですか？はい。え、アニメとかの。え、何のアニメ？いや、ドライブヘッドやつやねん。ああ、そうかそうかそうか、あ、そうか、やりましたね。覚えてないじゃん。すいません、すいません、はい。いや、まあ、なかなか自分の役っていうのはなかなかないですからね。まあ確かにね、楽だよね、自分の役はね。はい、うん。カナカナ家族人生100歳時代スペシャル。斉藤さん、100歳時代ってご存知ですか？当たり前だろ、誰だと思っているんだ。誰なんですか？他のやっぱ皆さんのね、はい、声優さんとか、まあ言ってもカナカナ家族はもう結構何回かやらせてもらってますけど、芸人チームがね、そう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 、頑張ってますから、みんなでチームワーク抜群でやってますんで、はい、それをぜひ注目して見ていただければと思います。お願いします。よろしくお願いします。カナカナ家族見てね。ありがとうございました。カナカナ家族最新話配信がとても待ち遠しいですね。以上、鈴木がお伝えしました。